特集マネーの取説です。ゲストはファイナンシャルプランナーの菱田正夫さんです。菱田さんは証券会社出身。ファイナンシャルプランナーとして独立後は25年以上にわたり、お金や投資にまつわるさまざまな講演や執筆活動などを行っています。去年5月にはこの番組の漫画で学ぶのコーナーでおなじみの日経マネーの大口さんと一緒にこちらの本ですね、迷わない新ニーサ投資術を出版されました。菱田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 その菱田さんとお伝えする今日のテーマこちらです債権化株式化金利ある世界の資産形成です日銀の金融政策は今週の会合では動きは見られませんでしたが早ければ4月にも YCC イールドカーブコントロールの撤廃そしてマイナス金利の解除を予測する人もいます長く続いた超低金利時代で金利上昇を意識した投資を経験したことない人も多いと思います 現在、日銀は長期金利について上限1%をめどとしていますが実際はそこまでで届いていないてなんですね。今後来るであろう金利ある世界に対してどう望めばいいのか岸田さんと考えていきます。 まずは菱田さん、あのイメージとしてですね日銀の金融政策、はい、特にことしの修正緩和の修正の動きについては、どのような予想をされていますすかそうですね、まあ、あのマイナス金利が解除されるっていうのが4月あたりなんじゃないかっていう予想なんかも出てきているので、はいまあ、確かに株価も上がってきてますし、でまた賃金も上がり。 上がってくるような動きになってきているのでそういう意味ではもうマイナス金利はそろそろ解除していいのかな、うん、で利上げっていうのも近々来るのかなまあでもそれも政策金利の段階で0.1、0.2ってどんどん上げていく感じには個人的にはなんないんじゃないかなと思ってますね、うん、まあこの長期金利もまあ1%前後あたりが今年は超えてくるのかなどうなのかなっていう感じじゃないかなと、うん、株価と賃金との 様子見かなと思いますただあの、改めてです、ね、その金利が上昇したとしていい面、悪い面というのが出てくると思うんですが総合的に見て私たちの家計にはどうういった影響があるんでしょうか当たり前の話なんですけどお金を預ける人にとっては預金金利が上がっていくのはプラスですし、うん、お金を借りている人にとっては借り入れ金利が上がるというのはマイナスですよね。はい、あと株価にとっては利上げがどんどんされていくと株価にとっては調整していくようなマイナスの影響が出てくるかなただ金利が 上がるってことこは通常、景気が良くって賃金も上がっていて株価も上がっていくような状況でしょうから日本経済全体にとってはプラスなんじゃないかなと思いますけどね。うん あのこちらにですね日本の家計のですね金融資産の構成なんですけれどもまあいまだにこの半分以上は現金預金だということなんですがまあ、新人さんも今年から始まりましてまあ、貯蓄化投資へ行くんじゃないかとまあ、いろいろ言われてるわけですね。石田さんどうでしょうこの金利の上昇っていうのがこの金融資産の構成配分見直すきっかけになってくるというふうに考えますか。そうですね金利が上がってくると債券の利回りが上がってくるじゃあやっぱり株式から債券に変えた方がいいんじゃないかって思う人もいらっしゃるかもしれませんがまあ、まずは。<laughs> 飛びつくのはやめた方がいいいと思いますねそんなこうタイミングを図って絶妙なタイミングでこういけるかというとまた金利が上がっていくということは通常、債券価格は下がっていく形になるので、はい、そういう意味ではあ景気がよくて株価が上がっていくのであれば株式の割合はあんまり変えない方がいいかもしれないしということが言えますよね、うんあのまあ、今回はです、ね、主に資産形成の点から伺いますが一つ、ですね借、まあ、金の方ですね。 こちらに伺いたいと思います。まあ金利上がれば当然にバリア負担が増す。先ほどもおっしゃってましたが、特に家計にとっては住宅ローンですね。これどう考えたらいいですか。うんはい、今借りて返済している人、で特に固定金利で1%前後とか、まあ高くても1.5%前後ぐらいで返している人は固定金利なわけですから、そのままでいいと思います。でまた変動金利で借りている人も今低いところだったら0.3%前後ぐらいの水準というかなり低い金利で返している人はそのままでいいと思います。ただ変動金利はこれ。 から金利が上がっていくかもしれないので、えー、もし金利が上がっていったときに3%、4%の借り入れ金利に変わったときにちゃんと返せるのかどうかっていうのは家計はチェックは必要だと思いますけどまたこれから借りようとする人も変動金利で基本は今、フラット35なんかもこんなに金利が高くなってきているので、はい、今後、利上げが予想されると長期金利から先に通常上がってきますから当然、フラット35なんかもうちょっとまた金利が上がってくる可能性があるのでうん、うん、とすると変動金利との差が非常に大きいので借りるんだったら変動金利 ただリスクはあるんでちゃんと家計をチェックしてっていうところが言いたいですねさあそして金利上昇の影響なんですが金融資産によっても様々だと思います菱、えー、田さんの見解を改めて伺っていきたいと思うんですがまずは先ほどもお話に上がりました債券に関してですね金利上昇の局面では債券価格は下落ということを踏まえて、はい、改めて投資する場合に注意すべきことというのはどういったことなんでしょうか